皆さんこんにちは、松田学でございます。金沢文庫行く前、実は初めて街頭演説いたしますけれどもですね、今日は伊藤さんの応援も兼ねて、お話をしに参りました。よろしくお願いいたします。伊藤さんはですね、古文書を研究されていると。そこから日本の大切さということが今お話がありました。でも日本を大切にしていない文書があります。日本の教科書ですね。そして日本を大切にしていない教育があります。日本の戦後教育です。日本を大切にしていない総理大臣がいます。名前は岸田さんという人です、ね、もうびっくりするぐらい日本を売って売って売りまくって、これでもこれでもかこれでもかと売りまくっている。そしてついに彼は自分の名誉まで売ってしまった。あの処分39人、あれ本当は40人じゃないの、あれ一人足りないんじゃないのって皆さん思いませんでした。日本人はね、ああいう時やはり自分が率先してね、自分が率先してまず会議を始めようってやりますよね。日本人なんだってあんまり言っちゃいけないけどね。いやだけどあれ我々日本人にとっては受け入れがたいね、よくそんなことやったもんだと思いますよ。あれ誰が見たってね、社長がああいう時に責任を取らない会社って存続しませんよ。株主総会乗り切れませんよ、ね、これで総選挙戦えると思ってるでしょうか。国民を軽く見てるとしか言いようがない。よくまあ平気でいられるなと思いますね。という話をですね、私最近私のチャンネルでいたしました。こういうふうに言ったんですね。いや自分がもしね岸田さんだったら、私岸田さんになりたくありません、ここではっきり言いますけど、でももし岸田さんだったらさっさと総理辞めますよ。そして岸田さんが大好きな上川陽子をね後継に指名して、私上川陽子がいいって言ってるんじゃないですよ、自分が岸田さんだったらって言うんですよ。そしてね、初の女性総理だと言って、それで総選挙をやればね、自民党はね負けないかもしれないじゃないですか。自分自身がずっとだらだらと総理をやっていたら、もうね自民党の国会議員たちは岸田さんだったら、ね、選挙戦えないってね解散嫌がってるんですよ、ね、身を捨てて自分の党のため、それが日本のためと思うんだったら身を捨ててやるというのがね、これが本当の政治家じゃないですか。一体どうしちゃったんですかあの方は、と私は思いました。でその話をしましたらね、あの私のチャンネルで隣でいました山口伸之さんが、それはまともな人が考えることだと言ってます。まともな人が考えることだそうです。これですね、なるほど、まともじゃないんだいやまともじゃない人が今日本の総理大臣やってるのかというぐらいのね、そういうぐらいの話なんですこれはですね。だからね、今新しいですね政治の選択肢をちゃんと示していかないと、日本ではもう一つね別の政治勢力はあるんだ、ちゃんと作られたんだということを示さないと、国民にとって選択肢はないんですよ。ああの自民党は嫌だ、だけど他の野党も頼りないしね、でも多くの人がご存じないんです、参政党ってあるんだってことをね知らん、ご存じないです。でも参政党であれば、ね、もう全然ああいう問題は起こらない。政治と金の問題ってのはね、なんで政治に金がかかるかの問題を根本的に解決しちゃったのが参政党じゃないですか、ね、もちろん最低限お金かかりますよ。だけどあんな風にねお金を集めて政治資金パーティーやってキックバックをもらって、そして還付金をね申告しないで、でそうやってまでねお金を集めなければいけない政治そのものの仕組みが悪いんですよこれ。で仕組みを変えるってね、規制を変えたりね偏差制だとかなんとか言われてるけど、そんなことじゃ変わらないんですよ。仕組みっていうのは根本的に政治のやり方を変えるしかない。だからたくさんの党員が主役になってる政党を作ってですよ、そして党員が自分たちで理念のもとに集まって、そしてその理念を実現するために政策を考えて、まあ、先ほど伊藤さんは3つの柱って言いましたが、実は10本柱なんですよ参政党には。コミュニティを作っていこう、日本のアイデンティティを大切にしよう、ね、伊藤さんがやられてる日本を大切にしようっていうのはちゃんとそういう柱も作ってやってるんですよ。でそうやって世界に大調和を生んでいく、経済もそうですよ、そういったものを作ってこれをみんなで実現しようじゃないかということで、党員が選挙をして
当選した人は国政に専念する、次の選挙のことを考える国会議員なんてもういりません。みんな次の選挙のことしか考えてないんです。だからそういう全然違う仕組みの選択肢、政党が選択肢としてちゃんともうすでに地方議員が140名近くいるんですから、実績を上げてるんですから。で国会議員はまだたった一人しかいないから、でこれではねテレビにも出られない、国民に選択してもらえるだけの情報も届かない、まあ、これもおかしい話なんですけどね。だから何としてもね国会議員を増やして国民にちゃんと選択肢があるということを伝えるようにしないといけないというのが今私たちが取り組んでいる一番の重要な仕事なんです。で今回、3つの補選があります。3つの補選でどうも自民党は1議席も取れない、まあ不戦敗ですからね。2つはで1つだけ出しますね。で1つは、島根行くですか、あそこに私の財務省の後輩の錦織君って出るんですけどね、まあ、かわいそうですね。もうあそこで勝てる見込みないなんて言われててね、でもあんまりね選挙どうなるか分かんないけども、でそうなりますとね岸田卸しがね始まるんですね。で岸田卸しが始まるんですが、普通ならだけど岸田さんは岸田卸しが始まらないようにしちゃったんですよ。しちゃったんです。派閥を潰した、そして検察庁が睨みを利かせてる。もしかしたらね今回起訴された、処分された以外の名前が出てる人以外だって結構ね似たようなことやってるんですよね、おそらく。でだけど検察がね睨みを利かせて、でそして変なことやったらもしかしたら起訴されるかもしれないとなったら自民党は震え上がっちゃってる。自民党は震え上がってる。検察が自民党を支配してるんだ、これは山口典之さんが言ってたことです。でもそう見てもおかしくないかもしれない。なんで安倍派だけやってるんだっていう話も変な話ですよ。安倍派はアメリカにとっては困る人が安倍さんだったんです。だからとは言いませんよ、だからとは言いませんけれども、でもこういうふうになってるじゃないですか。そして日本で大きなことが起こるたんびに検察が動き、バックにどうもアメリカがいるんじゃないかと思われせるような事態が起こってきたのは事実です。で、まあ、具体的なことは私はね申し上げませんけれども、でまた同じことが起こってるんじゃないの。そうすると一つの筋でつながるんです。岸田さんはバイデンの犬と言われています、と言われていますんですよ、私が言ってるんじゃないですよ、という説があります。だそういうことやってますよね、たくさんね。もう世界中が全部やめてる LGBT 差別というのを日本が先進国で初めて法律にしたんです。他の国やめてるんですよ。女性の権利を守んなきゃいけない、安全を守んなきゃいけない、子供に変なことを教えちゃいけないって言って全米のお母さん立ち上がってやめてるんですよ。なのに日本ではですね LGBT 推進法を、ね、推進させてるんですよ。これはバイデンがその利権があるんですよね、言わずと知れたことですよ。日本と韓国をね仲良くさせた、これもねバイデン大統領ってやっぱり韓国の方に利権があるんですよ。もう上げ出したらキリがない。そして防衛のねあの話、あれも結局は岸田さんが戦闘機とミサイルを要するに買うことなんだと、43兆円言いましたね。あれもアメリカの軍事利権を喜ばしてるだけじゃないですか、という説が見方があるんです。でこういうふうに言いますとね、いやーそれは陰謀論だよという人が非常に多い。だったらちょっと私のねチャンネルを見てほしいんですよ。でもうすでにアップされてますが、伊藤寛さんという私のねズーム対談があります。あの伊藤寛さんはずっとアメリカに住んでられる方です。見事にアメリカがどれだけおかしくなっているかをねもうね語ってくれました。エビデンスだらけです。あんまり深入りすると YouTube がバンされてしまうので深入りできませんが、まあ例の3年前の大統領選挙、いかにね不正が行われたかということ、まあその不正の手口も出てきましたよ。でなんかね、ザッカーバーグという人が何百億か出したみたいですね。そして郵便投票をやらせたみたいですね。1000万票多かったみたいですね。あれがなかったらトランプが勝ってたみたいですね、という話もしておられましたね。そして、このアメリカという国がですね、そもそも自分たちの価値判断というか、それが完全に崩れてるらしいですね。で崩れてる中でポリコレだとかキャンセルカルチャーとかそういうものがアメリカを分断していて、もう国家としての手を成してない、それぐらいの状況にある。その中で民主党と共和党が憎しみ合っていて、まあ、相手の言うことを聞こうともしない、
で、その中でトランプが何回も起訴された。97件って数字言ってましたよ。もうありえないこと。そしてさすがにアメリカの国民も気がつき始めて、アメリカはもう主要メディアは真実を報道していないと感じている人が調査をすると圧倒的多数になってきてるんですね。そしてトランプの人気がこう上がってきてるのも、何回も起訴されるために、あれやっぱり司法機関がおかしいということを多くのアメリカ国民は気づき始めてる。だんだんそうやって気づき始めてる中で、もしトラと言われ、あるいはほぼトラと言われるトランプの支持が上がってきているという現象がちゃんと起こってるわけです。でもそのことは日本は絶対に報道されないです。で、そういうことを言うと陰謀論者だとレッテルを貼られる。我々参政党もそういう話を、国際社会の話をするとカルト集団だとかこういうふうに言われるわけですね。でも世界はもうそう動いてるんですね。で、そう動いてる中で、じゃあアメリカで何が起こってるかということをきちんと知らないと、私たち今度ね、4月10日に岸田君がですね、また行きますよ、アメリカにね。バイデンさんによくやったと言われますよね、きっとね。よくね、あのウクライナにお金出してくれたとかね、あるいはもしかしたら北朝鮮にお金出すんだよとか、ね、言われるかもしれませんね。何言われるか分かりませんけどね。でもね、こうやって褒められに行って、そしてまた尻尾を振ってくる。そしてその姿テレビで放映されたら、国民のね、またね、支持率が上がるかもしれないというね、スケベ心、下心で行くんですよ。ね、いやらしいですね、本当に。ね、国益がどうするか、日本の自立をどうするか、もしトランプになったら日本は自立を迫られるときにどうするか、そういうことを今一番真剣に考えなきゃいけないときに、今の民主党の、まあ、いわゆるネオコンとか、ああいうね、グローバルな勢力にの、まあ、なんていうか操り人形みたいな人に褒められるために、ね、アメリカに行って、ね、日本国民を本当にバカにしているというふうに私は思いますが、いかがでしょうかね。だからこの、私あの汚い言葉を使いたくないんです。国を売るっていう言葉、売国っていうんですよね。それにもう一文字つけるとね、とても汚い言葉になるんで、売国ととは言いませんが、ね、だけどそうじゃないですか。ということでね、あの本当に今日本がこれ分からめに来てると思いますよ。伊藤さんがおっしゃる日本を大切にするという気持ちが少しでも日本国民に残っているんであったら、政治の流れもね、国民の力で変えるしかないんです。で、世界では国民の力で今政治の流れが変わってるんですよ。国民の力で、アメリカでもたくさんの草の根の保守の方々、国民が立ち上がって、これがマーガと言われてる現象が起こってる。あるね、メディアのテレビ見てたら、ある ね政治いつも出てくる評論家がいましてね、朝になんとかモーニングショーってありますけどね、なんとかかんとかの、あそこにね、パッっていう名前の作る人がいましてね、で、今日はなんていうバカなこと言うだろうと思って私楽しみにしてるんです、いつも。あのコロナの時もね、なんだかね、 PCR PCRCD 許可を前だと思いましたけどね、日本はね、あんまりコロナの深入りしたらバカになる。日本は世界で一番医療が進んでるから、医者が優秀だから PCR しなかったんですよ。CT の方が、肺の CT の方がはるかにはっきり分かるんです。みんな言ってますよ、優秀な人は。だから PCR 少なかったのに、日本は世界で一番 PCR 少ない、アフリカでも少ないですよね。日本バカにするなとお前らと私は思いましたね。で、いつもね、日本バカにしてますよ、彼はね、問題発言いっぱいしてますよね。で、その彼がね、トランプ現象のことなんて言ったと思いますか。あのトランプが支持率が上がってる、おかしいって言ったんですよ。アメリカ国民をバカにするな、お前がなんでアメリカ国民のことをね、そんな風に言う資格あるんだと私は本当に怒りました。これが日本のメディアなんですね。だから国民何にも知らされていないんです。もう国民怒んなきゃダメですよ、本当に。メディアに対して、マスコミに対して、で、アメリカのバイデン民主党側のみんな主要メディア、そっちですよ。なんか聞いたら、メディアだけじゃない、アメリカでは大学教授の8割か9割が民主党支持らしいですよ。特定の学科によりますとね、ほとんど 100% 近く民主党支持らしいんですよ。だからアメリカ国民は、ね、メディアも信用しない、学者も信用しない、大学教授も信用しない、政治家も信用しないという状況になっているって話をこの間伊藤寛さんがしておられましたですよ、ね、で、そういう状況なんですね、今置かれているのは。そしてトランプさんがああやって起訴されるたびに人気上がって、
そして国民が立ち上がっている、その立ち上がっている共和党の支持者の人たちを民主党は何て言ってると思いますか。彼らは学歴がない連中たちです。高卒が多い、大卒で、我々は大卒でインテリだ、ね、めちゃくちゃ上から目線なんですね。それで国民怒っちゃったんですね。一般国民怒っちゃった、まあ、それだけじゃないですよ。これやっぱりね、アメリカの基本的な価値観というものをどんどん壊している、それに対して怒ってる。グローバルな力によってね、ウクライナ戦争を起こしてね、この話詳しくする時間ないかもしれないけど、ウクライナ戦争を起こしたらネオコンでしょ。アメリカの計画的にやったじゃないですか。あの怖そうな顔をしたヌーランドというね、女性30年国務省にいて、キエフで革命を起こさせて、そしてウクライナを NATO 加盟の方向に引っ張っていった。ウクライナが NATO に加盟したら、ロシアはそれはまあ自分の国守んなきゃいけませんからね。そしてロシアをね、戦争に追い込む工作をずっとやってきた。あのヌーランドという方、私のチャンネルに出た方がね、こう言っても私が言ってるわけじゃないんです。怖い顔してる、妖怪みたいになってきました。私が言ってんじゃないですよ、私が言ったんじゃないですよ。そういうふうに言われるような怖いことをやってきた方なんです。でもその方もこの間辞任なんですよ。なんで辞任なのか。まあね、ついにあのヌーランドという方はね、おっしゃいましたよ。いや、今アメリカでウクライナ予算通ってないですね。下院で共和党が多数ですから、共和党から見たらね、メキシコとの壁の方が重要だって言って通してないんですよ。で、だけどそれに対してあの方は何と言ったか、あの方は何と言ったか、その予算の9割がアメリカの会社に落ちるから問題ないって言ったんですよ。見事にね、本音を言いましたね。アメリカの軍事産業にのためにね、あの予算組まれているって言ったんですよ。つまり軍事産業のために私たちは戦争を続けてるんですということをね、本音を明らかにしちゃったからやめさせられたのかな。いや、というのは関係にありますのはね、もうアメリカはウクライナ戦争をね、諦めてるんです。もう勝てない、ロシアに勝てない、もう無理なんですよ。で、そうやってね、いろいろ化けの皮が剥がれてきてるんです。そしてその化けの皮を剥いてるのはアメリカの国民が支持してる。ヨーロッパでもそうです。農民が一揆を起こしてますよね。農民一揆、なんだあの SDGs は。 EU というとんでもないグローバルなところが各国の民主主義や国家主権を超えて、くだらないですね、くだらないし失礼かもしれないけど、いろんな規則を作ってですよ。そしてね、牛のゲップがどうだとかね、なんかそういうことを言ってるわけですよ。そしたらね、地に足のついた常識的なヨーロッパの国民が怒り始めてるんですよ、これ、ね、そうやって立ち上がってるんですよ。道路を封鎖したりしてね、パリでもすごいね、あのこのね、デモがあったとかいう話があります。で、こうやって国民が立ち上がることによって政治が動いてる。日本だけ全くないんです、これは。そしてなんとですね、じゃあなんでこのないのかというと、私たち戦後悪いことした国だと、日本はですね、そういうふうに教えられてきた。潜在的にずっとそういう意識を持たされてきた。日本は過去は悪い国だった。子供たちでこれ喜びませんよ。私子供だった時に、日本はオリンピックで金メダル取ったら嬉しかったですよ、素直に。これ素直な国民感情じゃないですか。日本ってすごい国なんだ。このね、自信とかね、自尊心とかプライドというものはね、子供をやる気にさせるんですよ。これが最大の教育なんですよ。参政党は第一の発言、教育教育って皆さん言うけど、私はもうたったこれだけでいいと思ってるんです。日本の国に誇りを持てるような、そういう教育をすればいいんです。そのために教える内容を変える、歴史認識を正しくする、そして伊藤さんのような方に古文書をきちんと研究してもらった、その成果に基づいて子どもたちに正しい日本のね、どういう国であるかということを考えて、ああ、そうなんだ、私は素晴らしい国に生まれて幸せな国民なんだと思ったら経済も良くなるんです。まあ、今日は私経済の話をするように伊藤さんが先ほど言われたのでね、でも経済の根本にあるのはね、国を思う気持ちなんですよ。経済だって人間が動かしてるもんなんですからね、根本にあるのはそれなんです。だから日本は高度成長した時はしたんですよ。まあね、日本はね、グローバリゼーションで世界と同じになんなきゃいけないなと思い始めたら、こんなに給料の上がらない国になっちゃったんですよ。これ単純な話なんですよ、ね、あのちょっと前にね、純一郎さんというね、まあ、総理大臣いましたね。あの純一郎さんって私別に嫌いじゃないんですけどもね、
なんか構造改革っていうのをやったんですね。構造改革、あね、日本アメリカや、ね、ヨーロッパと違う、ね、ヨーロッパとアメリカとヨーロッパと違うのはおかしいんだ、ああいう国と同じようにしなきゃいけないんだと言って、そして彼ら奪いですからね、商売が、ね、そんなねことやってたら国民はね、もっと休んだ方がいいですよ、その方がね消費が拡大して内需が拡大しますよと言って、内需が拡大したら、そしたらねアメリカから輸出が増えるますよね、日本でね、でそれで日本休め休めって言ったの、勤勉な日本人ですね。そしてついに働き方改革までしちゃって、あれ働かない改革ですね、あれやって日本の国際競争力下がりますよね。あ、日本人は働きすぎなんだ、いや私ね他の国の人も行く方がよほど働いてると思いました最近。なんかね どうしちゃったの、あの日本人のね魂はと思いますよ。え、ろくなことないじゃないですか。そして働くな働くなと言って、物流問題とかお医者さんもね、まあ大変だと思いますよ、勤務員の方は。それだったら考えなきゃいけないけども、いろんなことね、そして郵便局まで土日配達しないとかね、どん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 そっちの方に持ってかれてるんですね。そしてこの郵便局の話なんてひどいもんですよ。アメリカが、ね、郵政民営化しろって言って、そしてあの時もその純一郎さんは刺客を立てて、処分だ処分だ処分だって今みたいなことだったんですね。そして結果として郵政民営化って何のためにやったか、 誰のもわからないままやっちゃったんです。でも国民は拍手喝采したんです。これはね申し訳ないけれども、修具政治ってこれなんだなと思いました。何の意味もない、あれ行政改革だってね、大嘘ですからね。当時郵便事業が国有でやっていた時に、郵便事業はちゃんと収支合ってたんです。税金が一銭も投入されてないんですよ。税金も一銭も投入されないのを民営化して、なんで行革になるんですかね。そして民営化したら、民営化成り立たないんです、もともと。諸外国でも民営化してみんな失敗してるんですね。失敗事例がどんどん出てるんです。そしてついに、郵便局地方を、ね、閉鎖しないと持たないって、今の郵政の社長が言い始めましたね。私、官僚やってた時に、これ無理だと思ったんですよ。言ってることが全然理屈に合ってない。で、何のための郵政改革、解散だったか全然わかんない。結局、あれは、ね、ウォール街が、日本人が一生懸命働いて蓄えた郵便貯金や、担保資金を自分たちで運用しようと思ってやってた。もうこれ明らかなんですね。で、こんなに分かりやすい事例ないんですよ。バイバイ。バイバイ。はい、バイバイ。ね、子供たちに本当に素晴らしい日本を教えないと。ね、可愛い子供たちに、ね、そういう政治作んないと。ね、で、あの時もそうだったんです。なんで日本の伝統、引き継いできた伝統に従ってやるのがおかしいんだって。多くの日本人思わなかったんですよ。それから古文書の研究家だから、今日はね街頭でこの話いたします。私は財務省出身、皆さんが大嫌いな財務省出身なんですが、財務省ってちょっと前まで大蔵省って言ってたんですよ。で、あの大蔵省って名前をなんで財務省にしたんですかって話があるんですね。雄略天皇の時、1400年前に大蔵省って名前ができたんです。そしてずっとね朝廷の元でもね、ずっとね大蔵省という役所があったんです。そして明治維新になってそれが大蔵省としてずっと引き継がれてきた。1400年続いた、実際に存在した官庁の名前が続いてきた。こんな例世界で探しても他にないと思いますよ。で、しかも大蔵というのはね大和言葉なんですね。大和言葉、漢語じゃないんです。文武とか科学とかそういうのはみんな漢語ですよ。大蔵は大和言葉ですよ。それをなんか知らないけれども、アメリカが日本の、ね、金融市場を明け渡せと言って大蔵省を解体しようとして、そして世論を操作して、護送船団がけしからん、なんとかしゃぶしゃぶけしからん、接待がけしからんって言って、国民がみんなね、そうだそうだ、メディアコントロールしましたよ。あの時私見て分かりましたよ。で、だってね大蔵省というところが曲がり何もですよ、一生懸命ね日本の国民のね大切な資産を守ってたんですよ。守ってたからアメリカにとって邪魔な存在だったんですよ。で、これをね財政金融分離だ、大蔵けしからんって言ってやりましたよね昔。そして名前まで変えちゃった、アメリカの財務省の支店みたいに変えてしまった。この時に日本の国民から何のね反発も出なかったんですよ。ほんの一部の、それこそ伊藤さんのような古文書を研究している歴史家の方はね反対しました。こんなね由緒ある名前を捨てるのはいけないって言ってましたよ。でもそれ全然世論には響かなかった。
で、つまり日本はね、国家意識を失ってるんだなってことをね、私痛感したんです、その時に。他の国は守ります、こういう名前は。アメリカだってね、なんで財務省って言わないんですか？国務省ってなんで国務省なんですか？アメリカは13の州、ステート、ディパートメント・オブ・ステート、ステートってのは州のことなんですよ。10の州で独立した時の国の建国の由来が国務省なんです。あの歴史の、ね、日本の100分で10分の1しかないアメリカですら自分の国の建国の由来を大切にしてるんです。ドイツも同じようなことになってるんです。でもなんで2600年もついてる日本の国が1400年もついてる名前をつまらないね、つまらないことのために捨てなければいけないのか。この国家意識をなくしたときに、私は日本は、あ、これはね、もう占領、まさに植民地化が進むな、予言したらその通りになりました。さっき伊藤さんもおっしゃった、ずっと賃金が上がらない国、珍しいです。これは完全に私たちが一生懸命働いた富を、海外の投資家、あるいは海外の年金受給者のために吸い上げられる仕組みが着々と作られていったんですね。でこのことに今までの日本の政治は三十数年気がつかなかった、あるいはそれに加担していた。そして今それをもっと詰めようとしているのがあの岸田君じゃないですか。だから日本の国大切にしましょうよという当たり前の原点に政治を戻して、私たちがもう一回軸を取り戻さないと経済もダメになるんです。今日本は半導体、これから半導体重要ですよ。今あのチャット GPT ってありますけどね、あの人工知能が汎用人工知能になるのはもうそんなに時間がかかんないそうです。もうシンギュラリティって言って人間の能力を超える人工知能、そしてこの人工付き知能、AI 付きロボット、人体と同じ炎が活躍しだしたら、私たちよりもすごいね、スーパーマンが私たちを支配する可能性だったんです。だから人工知能を最初に最先端を押さえたところが世界を支配するって時代が、これあの、これ SF でも何でもないんですね。本当に実現しそうなんです。でこれものすごい勢いで進歩してますから。でそうなった時に AI を作る一番重要なのが半導体なんですね。それも画像処理の能力のある GPU、 この GPU、 これが大切なんです。でこれを今アメリカの NVIDIA が、まあ、90% ぐらい作っていて、もしかしたら中国も作ってるかもしれないという状態なんですね。日本はこれ作る能力はないんです。でそこで日本は今ね、 TSMC を熊本に誘致して半導体作る練習しようと言って一生懸命やってますけども、でもこの GPU を自分たちで作るためには巨額の投資が必要なんです。でこの 巨額な投資は民間企業ではできないんです。政府しかできないんです。でも政府は、私が出身の財務省がプライマリーバランスで緊縮財政で絞っていてできない。でもこれ突破しなきゃいけない。だから松田プランを考えてるんですが、でもね、昔ね、日本は半導体王国だったんですよ。世界に冠たる半導体王国だった。その時じゃあどうして半導体王国になったのか。1970年代に業界のトップがみんな集まって、アメリカ何するものぞと、もうね、戦前から活躍していた当時の財界人、アメリカがいかにとんでもないことを日本に対してやったかということを十分知っていた。だからそれに対抗して IBM を抜いてやろうということで、業界で協調して半導体王国にできたんですね。でも今そういうスピリットがないんです、日本の経済界にも。日本の国家が大事だというスピリットがあって、初めて国際競争で勝てる時代になってきた。中国というね、とんでもない国家全体が一つの会社みたいなところとね、我々ね、ずっとこう競争していかなきゃいけないんです。アメリカも官と民が一体となってね、DARPA というところで国防技術の開発に補助金出してるんですよ。10出して1成功したらいいっていう感じなんですね。そして国防技術が新しい産業を起こしてきたじゃないですか、ね、あのカーナビもそうだし、インターネットもそうですね。でそういうふうに国がものすごい前面でやってるんですね。やっぱり国家を繁栄させようということをやると経済も伸びるということが、これね、証明されてるんです。で日本は国のことを考えるな、ね、これ今グローバリゼーションなんだから、国境だって関係ないんだ、ね、他の国と同じに出なければおかしいんだ、君たちおかしいんだとこう言われて、ああそうですかと聞いてきた。これは
戦後私たちが軸足を失ってしまった結果なんですね。だからこの軸足を取り戻しましょうよと。どの国だってみんな軸足持ってるんですから、私たちも取り戻しましょうよと。でこういう政治は今ないんです。賛成としか言ってないんです、こんなことなんですね。そしてこの軸足を取り戻すためにも私たち強い経済を作らなければいけません。ここで伊藤さんのご要望に従いまして、若干マスタープランの話をいたします。よくですね、ありがとうございます。よくですね、よくネットで有名なね評論家がね出てきて、あ、みんなこの人の言ってること面白いからきっとそうだと、その人たちの言うことを聞く前に私の話を聞いてください。ネットで出てきて有名な人たちはみんなね経済の素人なんです、私から見たら。で私は実際に経済運営をしてたんです。別に全然自慢するわけじゃないですよ、何十年もやってきたんですよ。でこの何十年もやってきた人間が日本経済を良くするにはこれしかないと考えてるのがこのマツダプランなんです。空想でも何でもないんですよ。ありがとうございます。単なる思いつきでもアイデアでも何でもないんです。でこれ何かって言ったら、今ちょっと言いましたね、科学技術にお金を国がポンと出さないと日本は将来他のね人工知能で最先端を行った国にあるいは勢力に支配されてしまう。だから日本は独自の GPU を開発するためには民間企業ではねやっぱり儲かんないとできない、儲かるかどうかわからないような基礎研究、これにボーンとね国じゃないとこのお金出さないんですよ。でもね今それをお金を調達しようと思ったら赤字国債なんですよ。赤字国債が禁止されてるんです、法律で。財政法4条って GHQ が日本に置いてって、ね、日本が二度と戦争しない国にしようということでね、国は借金しちゃいけないっていう法律を置いてったんですよ。憲法9条2項、日本は攻められても武器を取って戦ってはいけないという他の国にない条項も憲法9条2項、この2つを、ね、GHQ は置き土産にしていった。あれだけね日本と戦ったら日本は怖かった、強かった、二度と日本をねそういうことをさせないようにしようって言って日本封じ込めのために2つの法律を置いていったんです。この財政法4条では公共事業、つまりコンクリートを使うものしか国債発行しちゃいけないんです。道路や橋や建物、これしかね国債発行しちゃいけないって書いてある。で財務省の役人はね真面目に役人という、ね、仕事をやってますから法律守ります。そうしたらね公共事業以外には国債発行しちゃいけないということになって、でも今高齢化が進んでるから社会保障にどんどんお金がかかって赤字国債がどんどん膨らんでいる。だったら赤字国債を少しでも減らさなければいけないんだと、彼らがそういう使命感を持って彼らが真面目に仕事しちゃってるわけですよ。方向が間違ってるんだけども、でもねそれもねまあ分かんないこともないですね。というのは今の仕組みのままだったら国債がどん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 増えていったら金利が上がったら大変なことになるんですね。確かに金利が上がるとね利払い費って増えるわけです。今ね日銀が金融政策ちょっと変えましたね。1100兆円の今国債残高があって 1% 金利が上がったらね11兆円増えるんですね。 2% 上がったら22兆円増えるんですね。22兆円って言ったら消費税の税収が23兆円ですよ。消費税を 10% やると 20% にしないと賄えないっていう大増税になっちゃうんですね。でこういうのを財務省は恐れてるんですね。でそれは理由があるんです。で理由があるのある、だからね減税も積極財政もできない、やりたくたってできない。まあ誰だって今の政府とおそらく政権与党だって減税やね積極財政やりたいと思いますよ。でもやれないのはそういう状況にあるからやらない。でこの現実を無視してただ積極財政だ減税だって言ってるだけだったら、ただのなんて言うんでしょうね、人気取りの野党に今まで国民が散々ノーを突きつけたあの野党と何も変わらないんですよ。だからそんなこと言うだけだったら政党を作る意味なんかありません。我々参政党ってやってるのは国民に現実にできる、嘘をつかない本当にできる政策を訴える、そういう政党でもあると思ってるんです。で国債をねなくしてしまうのがこのねマツダプランなんですよ。問題は国債なんです。1100兆円もあって将来金利が上がったらね経済破綻するんですよ。財政が破綻するだけじゃないんです。で世界でこんなにたくさん国債残高があるってないんです。
経済規模に比較して、だったら国債をなくしてしまえばいい。どうやってなくすか。国債をお金に変えちゃえばいいんです。デジタル円という新しいお金を政府が発行するんです。国債は必ず返済しなければいけません。今までは国債を発行して国債を返済する、将来的には行き詰まったら増税をして返済する。だけど松田プランは政府が新しいお金を発行して国債を返済する。そしてそのお金が国民が銀行に行ったら両替でお金を手に入れることができる。つまり国の借金は国民が使えるお金になる。これなんです。でこういう手口がありますとね、国債は増えませんね。どんなに政府が国債をどんどん発行して政府の支出を増やして防衛費だってそうですね。 NTT の、ね、NTT 法を廃止して NTT の株をね売却収入、それでね防衛費の一部をね賄う。もうめちゃくちゃ邪道ですよこれ。でだってあんなの一時的に1回だけでしょ。で防衛費って毎年毎年かかるんですよ。そしたらね1回終わっちゃったらその後どうするんですか。足りないでしょ。今1兆円とか言われてる防衛増税、2兆円、3兆円、4兆円になりますよ。増税になるんですよ。これが財務省の手口なんです。財務省の手口なんです。昔いたからこういうことやった、ね、国民が分かんないうちに増税の、ね、ネタをこうやって撒いてるんですよ、ね、で私はそういう政策は間違っとるから財務省を飛び出してでこうやってちゃんと説明責任を果たしております。国民に対してお詫びを申し上げてですね、説明責任を果たしています。そしてこの政策を正すね、で財務省にいた人間がないとわからないところあるんですよ。だからこうやってね松田プランというのを出してる。でこれは何かというと、国債がお金に変われば、国債が増えることが要するに問題なんだから、増えないんだからどんどん国債発行して防衛だとか、あるいは科学技術、そして大切な子育てですよ。子育ての予算を3兆6000億円にするとかなんとかいろいろ言ってる。だけどあのお金ね、今の仕組みだったら社会保険料上げるか消費税料上げるかないんですよ。でもそんなこと国民だって分かってるんです。国民だって分かってるのに実質的な税負担、国民負担はしないなんて大嘘ついてる。だから岸田さんの、ね、支持率は下がる、上がらないわけですね。松田プランであればそれこそ子供に対する投資ですよ。子育て、教育って、それって日本の将来に対する投資じゃないですか。投資の財源は借金でやるでしょう。皆さんだって住宅投資、住宅ローン、住宅ローンがなければ住宅建てられません。多くの人はそれと同じなんです。投資の財源は借金してやるんです。これが企業経営でも当たり前ですね。それに見合う資産が残ればいいんですから。それに見合う資産、科学技術だって半導体の、ね、GPU の技術が作ったらこれね将来の生産力めちゃくちゃ日本強くしますよ。これも知的資産ですよ。国を守る、これは国を永続させるための投資ですよね。この国を将来残すための投資ですよ。防衛費は今の世代で責任を持って賄わなければいけないと岸田君は言います。お前は防衛ってことを分かってないのか。今の世代だけ守るんじゃないよ。国を守るっていうのは未来永劫にわたって日本を守ることなんだよ。子供たちに対して国を守ることなんだよ。そんなことも分かんないのかと私は思わずね心の中で叫んでしまいました。こういうものこそ投資ですよ。投資は借金でやるんです、ね、でこの借金は将来国民のお金になるんです。でそういう出口があれば誰も困らないじゃないですか。将来増税する必要もない、ね、借金を増やしたって増税することもないんですよ、ね、国民に逆にお金がとして使えるようになる、国の借金が。そして政府はもっともっと大胆に支出をして本当に大事なところに国民にお金が回るようになるんです。日本は世界で一番海外純資産国なんです。世界で一番世界にお金を出している国なんですよ、まあ、470兆円と出してる。でこれは30数年間ずっと世界一位を続けてきた。これは何を意味しているのか。私たちが一生懸命働いて蓄えた金融資産や貯蓄が私たちの国に十分に回らず余り余って海外に流れてるんです。海外を豊かにしてるんですよ。これね日本人のためにね回せばいいだけの話じゃないですか。
で今銀行は貸そうとしません。銀行はサラリーマン根性で担保と信用保証ないと貸しません。リスクを取って大胆にね。で昔はね貸しすぎてバブルが起こっちゃったんだけど、それに反省しすぎちゃって銀行はほとんどお金貸そうとしない。だったら銀行しかお金作れるとこないんです実は。でもう一つお金を作る方法が、政府が国債発行して支出を増やすことなんです。銀行がダメだったらじゃあ政府がやるしかないんです。でそのやる今までのネックを完全になくすのがマツダプランなんですよ。でこれがね一つマツダプランの もう一つあるんです。ブロックチェーンと言いますとね、皆さんブロックチェーンを分かりやすい言葉で言ってくださいって言うけど難しくてですね、いや大変です。ブロックチェーンを分かりやすく言うっていうのは何て言うんでしょうね、本当にね私もよく分かりません。でそのブロックチェーンというのはでも一つだけね言いますとね、仮想通貨のことじゃないんですよ。仮想通貨、要するに仮想通貨でしょって言うけど、ブロックチェーンっていうのはもっともっと奥が深いんです。社会の仕組みの基本になるのがこれからのブロックチェーンというものが社会の基本の仕組みになるんです。そしてその社会の仕組みの基本になるブロックチェーンを中国とロシアが悪用しようとしてるんですよ。悪用としては失礼かもしれないけれども、全体主義とか先制的に使う、全体主義的に使う、統制のために使う。でそのために中国はすでにデジタル人民元というのを発行してますよ。そして、ね、アメリカがウクライナ戦争を仕掛けてロシアの戦争をさせて、そしてロシアに経済制裁をしたらロシアがかえって強くなっちゃった。でロシアは中国と組んで、そして中東諸国とかいろんな新興国途上国がアメリカに対してみんな反発を持ってるんです。もうしなくてもいい戦争をずっと仕掛けてきた。トランプの4年間だけ戦争しなかった。あとずっと戦争を仕掛けてきました。大量破壊兵器があるなんて大嘘ついてイラクに戦争を仕掛けたりしました。アフガニスタンもすごいね、長い長い戦争して、そして全部アメリカの戦争に負けてるんですよ。ベトナム戦争から始まって、でそしてこれアメリカにとってはね、ネオコンが儲けるための戦争なんですよ。軍事利権を儲けるための戦争なんですね。でそういうアメリカはもうそろそろ変わろうとしてるんですけどもね。で私たちは新しい時代に今大きく世界が転換しようとしている時に、日本の軸足がないと、それこそね中国やロシア、世界的に世界中がアメリカに絶望してそっちにどんどんなびいてるんです。新興国途上国が経済制裁したらかえってロシアが強くなっちゃった。中国とロシアが強くなっちゃった。そしてブリックスという国々が35カ国40カ国が今一つの大きなまとまりになって、そこがブロックチェーンを中央集権で使おうとしている。ブリックス共通通貨をブロックチェーンで出そうとしている。私たちは自由社会を守んなければいけません。日本の国柄を守んなきゃいけません。だから独自の国産のブロックチェーンの基盤で分散型、自己主権型、自分たちが主役という形でのデジタル基盤を作らなければいけません。でそれをやりますと自由にお金が皆さんが発行できるような社会も作れるんです。これ以上言うとね時間もなくなってしまいますけども、でそういうね未来を展望を具体的に持って、私もそのブロックチェーンの共通基盤を広げる仕事をやってるんです。いろんな自治体に働きかけて地域通貨を出しましょうとやってるんです。三省堂の地方議員の方々もたくさんの方が今ね協力しようとしてくださってるんです。でそういう未来を見せながら日本の国を大切にしましょう。日本の国柄を生かしながら未来を作っていきましょう。子どもたちにそういう日本の素晴らしさを教えて、そして子どもたちの世代がなるほどお父さんお母さんたちがこうやって三省堂の街頭演説に来てたか、おかげで日本が良くなったんだと思えるような、そういうね党員の皆さんの力によって日本の政治をきちんと立て直すということをですね、これからやるために皆様からのご支援をねぜひお願いしたいと思います。そろそろ時間が参りましたので私の方から以上です。どうもありがとうございました。松田学さんどうもありがとうございました。皆様小雨交じりの曇り空の寒い中、長時間にわたり三省堂金沢文庫駅前街頭演説をお聞きくださいまして誠にありがとうございました。ただいまから松田学および伊藤真理子委員との握手写真撮影など
を行わせていただきますので、どうぞお時間の許す方質問をお残りください。あ、質問ですね。はい、質問ですけども、一つ、岸田政権で先ほども先生お話しになられたんですけど、安倍派だけ、重鎮が、離党勧告等を受けてですね、岸田派の領袖である岸田首相はもうあの何も、責任を変わらない、こういうことに対して先生はどういうふうにお考えでいらっしゃるでしょうか。先ほどそういえば話しましたが、政治家じゃないですよね。また企業に行ってもトップの器ではないですね。器ではないっていうことでしょうね。まあ、こういう時こそね、党のためにさっと身を引いてこそね、あの岸田さんは立派な総理だったになる。このチャンスをね逃して、やたら自分の評判を下げるのがいつまでも地位にへばりついてる。要するに彼は自分のことしか考えてないというふうに山口紀之さんが断言してました。自分のことしか考えてないの典型だったんです、ね、こういう人は政治家による資格はない。参政党はね、そういう人はね公認してないんです。自分よりもね国のことを考える人だけをね、こうやって全国で立てて活動している。そこは、ね、皆さんねぜひね信じてほしいと思います。簡単ですが私の答えはこれです。それからもう一つ何か質問を、伊藤さん。じゃあ、はい、分かりました。すみません。はい、今ですね、東京の方で中国江東区でですね、補選というのを一生懸命ね、吉川里奈さんが戦っておりますが、最近ですね、須藤元気さんとかですね、乙武さんっていうのが可能性として出てこられてますが、バイバイ。ありがとうございます。バイバイありがとう。はい、これからの、まあ、あと2週間後、まあ、4月の28日ですが、どういう形で参政党としては戦っていくのがいいんでしょうかということをちょっと聞かせていただけたらと思います。はい、東京中国にはですね、数えただけで8人くらい立ってますよね。すごいですね、8人、議席1つですよ8人立ったから2つや3つに増えるわけじゃないんですけど、いやよくあれだ。今お名前の出たね、須藤元気さんも、まあ、ちょっと親しくさせていただいてましてね、例のお注射の問題では同じ立場でやってるんですけども、まあ、よく決断したなと思いますね。でそれから乙武さんもですね、あれもともとは小池百合子が出たかったらしいですね。出るつもりでいたらしいですね。でもよく分かりませんが、エジプトの専門家を日本保守党が出して、あの方が小池百合子さんの、アラビア語の能力は幼児レベルであると暴露しちゃった。まあこれはちょっとまずいわと思ったんでしょうかね。それで、まあ、本当は自分が出るつもりで誰も候補を立ててなかったところにもう迫ってきたからしょうがないから、乙武さんを立てたじゃないかというね、そういう話がありますけどね。でも乙武さんはいろんなことを言われてますね。私は言うまでもないと思います。ちょっとすごい噂っていうか、まあ、それで自民党を公認しなかったってことがあって、で本当に自民党あの方に乗ってよかったのかな。で公明党はねどうも嫌みたいですね。婦人部が強いですからね。で大丈夫なのかなっていう感じがしますよね。でそれから、他見てもね、いろんな方がいて、どんぐりの政府比べみたいに見えますが、参政党がここでね一つね二つの考え方がありました。で一つは、LGBT 理解増進法に反対して日本の国柄を守ろうという点で日本保守党と参政党しかないんです。なんかこの2つの政党は協力をすべきであるという議論がありました。でここはね、どっちかが引っ込めると、どっちかが出さない、票が割れないようにするという選択肢もあったと思います。それはそれで私は正しい選択だったかもしれないと思います。しかし参政党の場合はもっと大きなミッションがあります。そのミッションは何かというと、新しい政治を作っているってことなんです。でこのことを多くの国民はまだ知らないでいるってことなんですね。
で新しい選択肢があるということを国民に知らせるのも私たちの責任だと思ってるんです。で参政党にとっては実は初めての衆議院選挙なんですよ。で衆議院選挙に出てしかも注目されている状況で出ることで少しでも多くの方に参政党がある、でしかも立てている候補者は自ら、ね、いつもおっしゃってるようにただの普通のお母さん、普通のお母さんがねこうやって選挙に出られるっていうことをねまさに見せる、全然何かのプロであったり著名人であったりとかそういう人じゃない、普通の国民、普通のお母さんがこうやって選挙に出て戦ってる姿をね国民に見せて、そして新しい政治の選択肢があるんだということをね知ってもらうということ、これが非常に重要ではないかというふうに考えてまして、まあ、そういう意味が今度の東京15区の選挙にあるんじゃないかなというふうに思っております。私も応援に入ることになっております。どうぞよろしくお願いいたします。